作り、ならではの夫婦の仕事です。お疲れ様です。先輩お忙しいのかすいません。いや最近ですね先輩、はい、荷物持ったせいなのかちょっと分かんないんですけど、最近ちょっと腰が痛くなってきまして、先輩もなんか昔腰が痛いって言われてたので、なんかいい腰痛対策先輩だったらしてるかなと思って、腰痛対策どうすればいいのか先輩に教えていただきたいなと思って今日来ていただきました。はい、まあ、腰痛ですよね、まあ、私もね、はい、10代の頃に、まあ、荷物を持つ時にぎっくり腰になってしまいまして、はい、それからね結構付き合ってるっていう感じなんですけど、やっぱり腰痛と30年近く付き合われてると、まあね、ドライバーとしてはね、はい、ある意味この腰痛っていうのは職業病だと思うんですよね。なので現状でね、まあ、腰痛抱えてる方も結構いろいろ対策してるとは思うんですけど、はいはい、私がね、はい、まあ、やってる、まあ、腰痛対策3項目ね、はい、ちょっと紹介していけたらなと思います。はい、まずはですね、一つ目として荷物の持ち上げ方なんですよね。まあ、今ねここにね、はい、あのポリカンをね置いたんですけれども、はいはいはい、まあ、例えばこれ荷物として、まあ、何個かね例としてやってみたいと思うんです、はい、まあ、あのもう基本中の基本でね、もう知ってるよっていう、ね、声が聞こえてきそうなんですけれども、はい、ここで改めてね、まあ、やってみたいと思いますね。手があるタイプの、まあ、荷物だと仮定します。はい、はい、まあ、悪い例からじゃあいきますね。はい、はい、こうですね。はい、こういう感じで、はいはい、荷物に対してなんかもう適当な位置からこうアプローチしてる。体が曲がってるし、なんか手だけで上げようとするね。まあ腕だけじゃなくてもね、このままゆっと上体を起こしていきそうだね。こういう持ち方ね、これ良くないですね。実は私があの10代で腰痛めた時もほんとこんな感じの状態だったんですね。もうギュッとやろうと思ったらもう動けなくなったんで、バキ誰かーっていう感じですね。はい、こうならないためにもですね、必ず腰を落として荷物を持ち上げる基本としてください、ね、足をちょっと広げて、そしてこうグッと下げて上体を起こした感じでこう上げると、このままこう持ったらダメですよ。腰をこうグッと入れてそしてこう足を全体でこうグッとなんですね。下から持つ場合はもう本当にしゃがみ込む感じね、はい、しゃがみ込んで下を持ってグッと持ち上げる感じ、はい、腹筋とあとこの背筋ですかね、しっかり使う感じ、こういう持ち方はダメですね、はい、こうフッとなってこうなるべく近くに、はいはい、こうじゃなくてこうですね。腰の売店に行った時があるんですけど、あの腰で持つの腹で持てっていう風に腹で持てあの言われましたね。そうですね、はい、結構その軽い荷物でぎっくり腰するっていうのよく聞きますよね、はい、あの通常姿勢っていうのは大事かなと思います。例えばですね、運転姿勢においてもやはり腰に来やすい姿勢っていうのはありますので、腰痛い人は絶対しないと思うんですけど、こうリクライニングした感じでね、なんかこうゆったりとこういう感じで運転する感じ、これを長時間やってるとかなり腰にきますね。腰にねダイレクトに振動が伝わってくるんで、腰をねちょっと動かしてしまうんですよね。腰が痛い人は多分してるとは思うんですけども、はい、ちょっとねちょっと立て気味、しっかり立てた感じで、リクライニングちょっと立てた感じで、あとね車の椅子によってはねこうやって腰にねサポートするレバーがありますので、これをね前に出すとグッとなるんでシャキッとしますね。これだと長時間運転しても、まあ、割と疲れにくい、振動が起きても腰じゃなくてそのお尻とか、ね、上下運動になるんで腰に集中することはないと思います。なのでなるべくこう立てた感じで、前へ行きすぎると今度はね逆にこう安定しないんで、やっぱり、ね、立てすぎるのも良くないですね。自然にこう背筋が伸びるポジションっていうのがいいかなと思います、ね、はい、ではね2つ目なんですが、はいはい、2つ目はねこちらですね、はい、もうあの腰痛持ちの方はねもう、はい、もう使ってるよって人もいると思うんですけど、はいはい、これ運転する時に座席にこう置いて腰をサポートする衝撃を和らげるクッションになりますね、はい、腰のサポートクッション、これはね私が、まあ、10年まではいかないんですけど、はいはい、もう結構長期間使ってるやつ、やっぱあるとなしでは違いますか。これね素晴らしいですよ。50キロぐらいオーバーしてくるとだんだん腰がね重くなってくるんですよね。これをしておくとですね、はい、もうどこまででも500キロ走っても全然なんともない。クッションにも結構いろんなタイプがあるんですけれども、はい、私がおすすめするのはまず厚みが結構あるやつ、これもありますよね、はい、厚みがあるやつがいいですね、はい、薄いやつでふにゃふにゃのクッションもあるんですけれども、はいはい、ちょっとある程度しっかり弾力があって厚みのあるものがいいと思います。できれば低反発ディーゼルエンジンとか動画はあの多いんですけど、はい、ただ振動もこう低反発であの吸収してくれますので、あ、そうなんですね、はい、こういったね吸収力のあるこう低反発クッションでちょっとあの厚みのあるものを
っていうのがいいんですね。これはもう絶対必需品だと思いますね。はい、あとですね、定番アイテム、腰のね、コルセット、はい、ベルトみたいなのがあるんですけれども、こういったね、腰に巻くタイプのサポーターね、これはね、本当にね、腰がもう痛くてしょうがない時に、重たいもの持たないといけないとかってなったら、はいはい、こういうのも装着するのも一つの手段かなと思いますね。ただね、これはい、ずっとこれを癖にしてしまうと、はい、もうそれを取った時にね、はい、ふにゃふにゃふにゃってなってしまうんでね、あ、筋力つかなくなっちゃうんでね。はい、はい、続いて3つ目なんですけれども、はい、これはね、簡単なちょっとストレッチをね、紹介したいなと思います。ストレッチですか。長時間運転の合間でね、休憩すると思うんで、そうですね、その時でもね、簡単にできるね、はい、ストレッチを紹介していきたいなと思います。はい、まずね、手を上に上げてもらって手首を持ってもらいますね。はい、手首を伸ばした方をこう伸ばす感じですね。はい、真横にね、これね、この時こう曲がない曲げない、もうまっすぐした状態でこう伸ばす。そしたらね、この辺が伸びると思うんですね。これも反対も、はい、ここは何秒とかね、別に決めてないんで、自分で10秒なら10秒とかね、伸ばしてもらったらいいかなと。はい、これが立ったままできるストレッチ、ひねってもいいんですけど、腰が痛いとひねったら逆に痛くなることもあるんでなるほどなるほど。あともう一つは座ってできるストレッチ、はいはい、パーキングとかサービスエリアのベンチとかがあればいいかなと思います。まずね、こちら椅子がありますので、はい、椅子にね、座っていきます。はい、その時にね、どちらかというとね、もう半分より前ね、ちょっと浅めに座ってもらえたらいいかなと思います。この足をね、片方の足を片方の足の上に乗せます。あとですね、はい、このこっちの乗せた足を反対の腕でグッと引き寄せてください。はいはいはい、その時に大切なのが背中、背骨ですね。背骨をこう丸めるんじゃなくて、こう伸ばした状態でこう引き寄せてください。こうした時点でもこの辺がピキ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 ってくると思うんですね。このここをストレッチしてください。そしてさらに、この足を上げてる方に回ってください。この状態を30秒ぐらい続けてみてください。お尻のこの辺りをね、ストレッチすることで腰痛に作用してきますので、で今度逆ね、やってみますよ。逆も、こう考えて、ここもね、背中を伸ばして、で上体を反対にひねる。ね、本当にストレッチの方法っていっぱいあるんです。ただ簡単にできるやつ、まあ、これだけでもね、結構いい感じでね、体が動きますので、まあ、ストレッチをね、できればね、朝起きた時とか、ね、はい、まあ、夜寝る前とかね、やってもらえれば効果的だと思いますし、まあ、運行途中でもね、重くなったなと思ったら、今のようなね、ストレッチをやってもらえたらいいかなと思いますね。もちろんね、あんまりやっぱりひどいようであれば、やっぱり専門のね、鍼灸整骨院とか、ね、はい、いいところで、ね、はい、探してもらった方がいいと思います。はい、ということで、はい、今回は、まあ、腰痛対策になってきたんですけれども、先輩助かりました。これは聞く人ね、やっぱ腰痛持ちの人多いんでね、はい、ぜひね、参考にしてもらえたらなと思いますね。はい、ということで、グッドボタンとね、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter の方でね、私の方つぶやいてますんでね、はい、そちらの方もね、まあ、ちょくちょく見てもらえたら、はい、嬉しいです。はい、概要欄リンクからぜひTwitter の方に行っていただいて、フォローお願いいたします。フォローね、お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さら、本日もご視聴ありがとうございました。新興産業では今後も新人ドライバーのための研修動画を作成していきます。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。